はい、ただいま。おかえりやす。別に変わったことなかった。どうした、田中里さん。あ、お嬢さん、おかえりやす。しんどやの。へえ、ちぎりやはんか。おかえりやす。わてが留守や思って、またみんなに売りつけてたんや。あかん。おかえりやす。今日は新しいお人の柄がつきましたんで、おかえりさんに。ああ、もうあかんか。わてはもう今ここが寂しゅうって、パーや。なんや。あがらんかい。どないしたん。お上がりおしんかいな。はよ。お疲れどしたやろ。さあさあ、どうぞ。お風呂もちゃんと沸かしとんね。あ、こったい。おこしらええのか。へえ、へえ。ほな、早う支度しまいのか。おかしなお子やな。あんたのお家やないか。すぐまはこったい。すみやはのお約束8時。はよ、ええな。こったいめっしょい。おさきさん、へお嬢さんな、お風呂入れて早寝かしてあげて、へよろしやす。疲れたか。おてるさん、的場先生呼んできてな。へあてが東京から帰ってきた堺ちゅうてな。へよろしやす。急ぐのえ。へえ。モダンな人やな。シャッとしてはるか知らんけど、なんやのあの目、うちらにらみつけてから憎たらしよ。誰がいな。お嬢さんや。お嬢さんも一緒に帰ってきはったんか。かけへんもの、美人か。そら音楽学校行ってはったような人やもん。うちらみたいなもんと違うに決まってるわ。さあさあ、さらに来ったんや。はよしまいよ。ほら、やちさん来ったんや。はよべべきなくない、結構なゴミ分どす。みんなうちらの稼いだお金でええことして、うちらまるで慈善家や。人に施してあげてるようなもんや。そうやそうや。こんなエベベ来て、お白い塗って、田舎へ帰ってみたいな。無意が実って黄色になって、ひばりが泣いて、妹どないしてるやろな。田園の詩人よ。割に忙しかったんやないか。おかげさんで、もみがずっと続きましたさかい。ああ、どうかどうか、よかったな。中来さんあげたんやないか。へえ、あかんがな。あの人あげたらまた勘定半年がかり。ええ、きつい皮肉言うちゃりましたんだけど、答えのどすわ。しぶじんの極道親父で、うん、つかったこ。おかえりなさい。はい、ただいま。忙しいのにすまんこと。どうでした。それがな、おいな、やっぱり自殺仕掛けたんや。自殺。どうやら失恋らしい。男に捨てられたんや。ゆき子にはまだ何も立ち入ったことは聞いてへんねんけど、下手なこと言うとみーの。また薬飲みそうな様子やろ。まだそんななんですか。ああ、おかしなことになっとみ困るやろ。それであんたに来てもろたんや。よう診察しといてやってほしいわな。頼むさかいな。ええ、見ましょう。あ、そやそや、これこれ。へ、お土産。どうえ、すっきりしてるわ。あてのお見立て。へ、ええこと。なんとかおいいの。ありがとう。もうなんや、ゆき子のことで気ぃつこて気ぃつこて肩が凝って。ちょっとちょっと、ここ、ひとつきゃーっと。おー、ええあんばい。勘の強い子やさかい、
あてらのこと気ぃつけてよ。ええ。なんや、えらい暗いやないか。電気もつけんと。さ、どうぞ。ゆき子、こちらさんな、組合の診療所に勤めといやす、的場先生。私どこも悪くありません。そんなこと言わんと見てもらい、安心やさかい。悪くもないのにそんな必要はないじゃありませんか。ややこみたいなこと言うて。ほな先生、お願いします。よう見てもらうね。見ておきましょうか。胃腸が荒れてるといけませんから。事情はお母さんから聞きました。始終お世話になってますから、身内同様に思ってくださっていいんです。睡眠剤を飲みすぎただけです。母がどんなふうに言ったか知りませんけど、母は何も知らないんですから捨てといてください。そうですか。じゃあ後でゆっくり見させてもらいましょう。お母さんはむやみに心配してらっしゃるから。ピアノをやってらっしゃるんですってね。ええ、でもダメですわ。どうしてですか。女の仕事はまっすぐに通らないんです。脇道へそれてしまって。いや、男だって同じですよ。ちっとも偉くはない。軽蔑すりゃいいんだ。あなたもここに育って見てるでしょ、男のバカさ加減を。ご自分は別だとおっしゃるの。手厳しいな。こいつはやぶ蛇でしたね。しかし、死ぬほど人を思うというのは恥でも何でもない。あんまりくよくよしない方がいいと思いますね。ありがとう。母も同じこと言ってましたわ。先生、お嬢さんどうどす。まあね、この元気なら心配はないでしょうね。そうどしたか。そらよろしおしたいな。先生すんまへん。だいたい五つやわな。おかみがいないとなっとらんぞ。大事な子どうしたやした。あんたもまっすぐに聞いてもらう。うるさい、お母ちゃんが留守や思って悪いことばっかりしてもやったよ。ほな、おとなしいもんどすわ。そうい、東京のテレビでちゃんと映ってましたい。これじゃおちおち精を持ってきませんね。トコトン、トントン、上がる桟橋の。おかんできたんか。早いお2階持っといて。お友さん来たんやな。急ぐのえ。こぼさんといてや。はい。ゆっこどうえ。傷んでるのはここだな。はい、病。当てちゃいません。心に傷を受けてるという意味ですよ。びっくりするやないか。こんなとこ押さえるさくね。あんたに何ぞ言うてたか。いや別に。
なかなか利口そうな人だ。そりゃあての子やもん、賢いに決まってるけど。せやけどな、女が学問するとなんでろうなんやろ。理屈ばっかり言うて。まあんたのええお友達かもしれへん。あの調子じゃ僕でもやり込められますよ。人間を見る目ができてくるところなんだ。いろんな反問があって、その解決を探っている年頃ですよ。そんなもんかいな。ねえ、例の関与の話ね、どんな具合です？はあ、家は人に頼んで探してもろてんやけど。なあね、実は東京の方からちょっといい話が来てるんで、もしダメだったらその方を進めようかと思って。東京？アホなこと言わんと大きいの。ゆっくのことでごちゃごちゃしてたね。な、2,3 日待って。な、待てんことないやろ。そりゃお母ちゃん。はい、なんどす。お母ちゃん、なんどす。なんとかしてやな、銀行さんのお値段を捕まえたら話さへんやないや。そやかて今晩あの人サービスしてくれんと、友禅屋と千里屋が抱き合い心中せえななんとやしたよ。そんな言うたけどせえしやな。何にもやな、僕の馴染みのお前だよ、つけなってやないか。そうだけどな、今夜はあんたが我慢せならばんどんね。なんでや。無理言わんときやす、しょうもない。あ、むちゃくちゃや、なんとか言ってるの頼むわ。はいはい、よろしいよろしい。ちょっと待ったね。あ、お母ちゃん、どこへ逃げたらあかん。お母ちゃん、帰ってやんの。はい、じっとくやさん。おかみさん、行ってきます。はい、ご苦労。なんだな、これこれ。さあ、もうそろそろお開きにしやないか。お開きどんです。山田、お開きどんです。さあ、これ引いてくれやす。これに相方の名前が書いておっさかいな。恨みつらみなしよってよろしくな。どうぞ。おかしい新菊さん、わしやった。これなあ、さまかしいいんじきたらわかんぞ。どうぞ、ええの引き合いしてくれやしや。どうぞ。小林君、よろしくな。金庫。はい、これや、これはわしや。これです。わしをおのえや、たまめとや、あの子、おのえとったよ。行きましょう。僕の相手は君かい。なんどす？ちょっとこっちを吹きやすの。お先にどす。うちやったら気に入りませんのですか？いや、気に入らないやつ、そんなか。いや、いや、よろしい。行く、行く、どっち行くの？あ、行きます。行くよ、痛い痛い。お、幼くしたって、大丈夫。行くよ、行くよ。未来、まるえも夫婦
じゃと。ああ山本、いい対応せわせんと引き上げてやらんぞ。行こう。いい対応さんね。よろしく。いい対応さんどうぞ。どうぞ。ボーナスもやらんぞ。行こうせわせんと。そんな殺生なんせんな。まだ起きてたんですか。あの花魁のあれはこの商売の名にはよくある病気なんですよ。胃痙攣の猛烈なやつなんです。注射をすればすぐ収まりますがね。嫌な商売ね。かわいそうに。ああ本当に嫌。人間の過ちです。もっとも人間の過ちを数え出したらキリがありませんがね。僕だってここへ来て初めはユキコさんと同じように思ったけど、この人たちは僕たちの考えているほど悲しいとも惨めだとも思っていないんです。案外あれで楽しく生きてますよ。こんな商売で儲けたお金で勉強したかと思うととてもたまらないわ。まあそう思い詰めるのはおよしなさい。もう少しここにいて見ていてごらんなさい。だんだん違った見方になりますよ。そういうふうになった方がいいと思ってらっしゃるの。先生にはお分かりにならないわ。私の気持ち、私が自殺しかけたのはこの商売のためだったんです。その人とは結婚の約束までできてたのよ。私のうちが結局女の体を売る商売だと知ったらさっさと離れてしまったんです。帰ってくるんじゃなかった。わざわざ自分の惨めさを確かめに帰ってきたようなもんだ。先生帰らはったか。そう
どすやろ。お休みはしとくれやす。へえ、お休み。ゆき子さんのこと分かりましたよ。分かったって何へ。このうちの商売がゆき子さんの性に合わないんですよ。へえ、今さら性に合うも合わんも昨日や今日の譲ってやらへん。あんたまた何度言うたんと違うか。僕は何も言うはずはないじゃありませんか。そうやかてん。ねえ、ゆき子さんがあんなことになった原因もここの商売ですよ。太陽といえば表向きは綺麗でも見おることに違いはないでしょう。そういううちの娘はもらえないと相手の男ははっきり言ったそうですよ。そんなほな、それがいくこと何の関係があんの。ん、あの子がこのお商売始めたわけやないやないか。僕に言ったってしょうがないですよ。ゆき子さんの話を伝えただけです。へえ、よろしい。あんたなんや先生に置いたそうやな。お母さんがこのお商売しているのが気に入らんのか。え、井筒屋の店閉めてしまえとでも言うのか。ええ、そうしてほしいわ。それが本当だと思うの。何を言うのや。このお商売のおかげで何不自由なしに大きくなって大学まで出たんやないか。だから余計嫌なのよ。つらいのよ。聞こう、井筒屋言うたらな、住みはんと一緒に誰知らん人もない優秀のある家、それが気に入らん言うてあんたを捨てるような人さっぱり忘れておしまい。未練が残ってるさかいそんなことが口に出んのや。なあゆきか、井筒屋にはな15人からの人が働いてはんのや。みんなそれぞれに親もあり兄弟もあんのや。お母さんを頼りに働いてくれてる人ばっかりや。井筒屋のお母さんやらお母さんの井筒屋やらわからんようになってんのや。え、もっと気を置き持って世間は広みんのや。な、わかったやろ。はい、おやすみや。はあ、やはります。山田はん。うん。ああ、山田です。うん？金庫？どうしたんだ？今朝帰ってきた？何？昨夜遅くつい。なぜ店の方へ電報しないんだ。バカなこと言いなさい。するところじゃない。仕事の都合だ。仕事。仕事となれば客も招待しなければならん。分かってる分かってる。すぐに帰るから。いや、あの飯はいらん。帰ります帰ります。ふく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 。あ、お嬢さん、おはようさんでございます。おはようございます。おはようございます。お先呼ばれておりますよ。どうぞ。牛熊さんどうしました。はい、寝てはりますね。まだ悪いの。いいえ、一晩寝たらもうクロッとしてはります。お食事しないのかしら。食べとうないのどうしたろ。どう、まだ痛む。いいえ。牛乳を飲みなさい。食べずにいると帰っていけませんよ。さあさあ。おおきに。
きに。たびたびあるのこんなこと。いいえ、ここんところずっといたまなんだとけど。大事になさいね。おおきに。いやー、お見舞いに来てあげてくれやしたんですか。お嬢さん、また知らぬことを拾ってはるんやなかったんですか。好きではないけど、こうするより他にしょうがなかったんでしょ。そうどす。うちら水上百姓の娘どすさかいな。あのなあお嬢さん、堪忍どす。あの失恋して自殺しかけはったちゅうのほんまどっか。これこったい何やねんの。あんたたち今で知れてるのね。うちら一月に一遍ずつ失恋してますそやさかいにこの人失恋だよ言いますね。ちょっと黙ったなよそやしな、うちらそのたんびに自殺してたら命いくつあってもたらしまへんわ。もうやめときやっしょ。またええ声を教えしたらよろしやすやんなあ。あんたやらへん。素人の娘さんがそうやすやすできますかいな。ここの生活つらいでしょ。そら楽しいっちゅうことはね。そやけどお母さんがええ人やし。他のうちやったらめったに寝さしてくれはらしまへん。そりゃ。白雲の下でよ太陽の。今日はこの辺にしてみようか。へえ、ありがとうさんでした。あ、そや、この間お話のあったお医者さん向きの家のことね。へへ、北白川にありますねやけど。北白川、ええ、場所はよろしいな。どのぐらいいい反応出す。さいや、土地付きで250万言うてますねやけど、これは買い物らしおっせ。250万どっか。へ、おきに、いっぺんお話ししてみます。それから今月の催しの切符のことですけど、えらい厚かましをすないけど30枚お願いしたいと思いまして。よろしやす。お気に、ならちゃった。参院を兼ねてやるには環境もいいし、拡張する余裕もありますからね。なあ、ここへ立っただけでも気持ちがスーッとしますな。そうだしたらちょっとおまへんで、こうときやす。買うことに決めまひょか。しかし、できますか、お金。150万ぐらいは、なんとかすぐにでもできるんやけど、あとの100万円はな。また日を改めて。へえ、おおきに。ごめんやす。いずれご返事いたします。あては、井筒屋手放す覚悟ぐらいしてんのえ。手放す、冗談じゃない。僕はそんな無理までしてほしくないんですよ。無理とは違う。自分で言い出しといてそんな尻込みしたらあかんやないか。思い切ってやらな人の運は開けへん。あてのことは心配せんと、自分のこと考えたらどうや。まあ、なんとか早いとか話決めるわ。しかし。まだ言うてる。そやけど、話が決まるまで内緒へ。誰にも言うたらあかんへ。
あても奥さんと言われてあんな家に住んだら楽しいやろな。さ、これからどうしよう。ご飯でも食べに行こうか。ええ、それにはまだ時間も早いし、どないしょ。ふたりご決心がもっと大きい。いや、嬉しい山が切れたり、ほどけたり、足でネズミを吐いたのが食い切ってくれたかと見やれば、そんなに散る花のネズミの行方を荒らしほど、この葉と共に死ダメよ。入院したら少しでも早く治るんだからね。そうなさいよ。病気になったら逆らっちゃいけないのよ。そうだけど、入院したら妹にお金が送れんようになります。そうだ、坂口。毎月いくら来るの？妹さんに5000円。私が貸してあげるわ。だから病院いらっしゃい。そんなもったいない。あんた、こないお嬢さんが言うとくれやすのやさかい、お願いしよし。そうや、そうしてもらいいな。お嬢さんの言わはる通りにしよしな。あの、木さんさんこったお待ったはんどしたお出しください。八丁さんこったも玉野さんこったもお顔崩さないように待ってたくだけ。ああ、今みんな伺ってるけど、すまんぞっとす。またどうぞ。おかえり。おきみなした。おかえりやす。おかえりやす。お母さん行ってきます。へえ、ご苦労さん。お嬢さん、おかみさん帰ってきて。おビール勇むのえ。へえ、よろしやす。いや、おかえりやす。お土産こうじかけて。いや、おきみ。お嬢さんにも一つあげて。へえ、よろしやす。どこ行ってたの？ああ、ちょっとお参りに行ってたね。お母さん、薄雲さんどうするの？どうするって。的場先生呼びに行ったけど留守だし、他の先生に見てもらったのよ。その先生は入院させなきゃダメだとおっしゃるの。またやったんかいな。尺ぐらいなんでもあらへん。ダメよ。尺なんていうそんな簡単なもんじゃないらしいのよ。あの体で
まだ働かせるつもり？あんた、お店のことは口出さんといてや。休んで困るのあの人やないか。じゃあお金は私が出します。大きな口を聞いて。あんたのお金でもないのにいちいちそんなことしてたらキリがないやないか。あ、ちょっとちょっと先生、聞いてえな。今見たところだいぶ悪化してますね。それに癌の疑いもあるし、入院させたらどうです。ほらご覧なさい、先生だってこうしちゃうでしょ。まあ病人のことは医者に任せなさい。あんた、一個の肩を持ちはんのか。肩を持つなんて。そうどっか。どうぞお二人で勝手にお知らせとくれやす。ちょっと待ちなさいよ。ねえ、そんなに怒ったって。あんた、ゆっこと付き合わんといてんか。何言ってんです。付き合ってくれた言ったのはあんたじゃないですか。言うたかもしらんけど、ここへはもう出入りせんといて。わかりましたよ。このうちは出入りしません。そんな安心なんでしょ。先生、怒った。相変わらずやの。冗談言うたこと真に受けて天狗やないか。へえ、怖い顔して。堪忍だせ。おや、こんなことも自分でするんですか。いらっしゃい。気まぐれよ。お母さん留守ですってね。ええ、組合の寄り合いとか言ってたわ。ご用なら事務所にいます。僕はあなたを見違えてましたよ。随分冷たい人だと思ってたんだが、やっぱり女でしたね。どうです、ここのうちの商売のこと、少しは考えが変わりましたか。いいえ、私まだ我慢できません。でも太陽さんたち、みんな無邪気で悪意がなくて可愛いわ。おやおや、悲しいことがあっても負けずに生きていくのは理屈じゃないってことが分かりますわ。これからどうします。東京へ帰りますか。東京は嫌ね。本当はどうしたらいいかわからないの。どっちにしてもこれからは母に頼らないで生活していきたいと思ってますの。京都でこれでも教えますか。教えるなんて、まだまだ。先生、どうしてそんなことを尋ねになるの。あなたともっとお付き合いしたいからですよ。でも先生はどっかで勧誘なさるんでしょ。そんなことどこから来ました。母がそう言ってたわ。先生とっても評判がいいんですよ。うちの母いつも褒めるわ。いや、僕もね、いつまでも診療所の医者じゃ集まりませんからね。一つ新しい道を開こうと思ってやってるんですが。でも私は先生の勧誘不賛成だな。なぜ。先生が勧誘したって何も進歩じゃないと思うわ。勧誘のお医者様は他に何人もいるんですもん。先生のような方はここへ落ちてくる女の人の不幸を最小限に食い止めるようにもっと努力してくださるのが本当じゃないかしら。私生意気だけどそれが本当の役だと思うわ。ごめんなさい、演説しちゃって。医者は宗教家じゃありませんよ。でも先生はそういう感じよ。あなたに会うたびに一本やられるな。あら、悪気じゃないのよ。怒ったの。いや、あなたの演説の趣旨に従ってね、薄雲君の容態を見てこようと思ってんです。私も行こうかしら。ちょっと待ってね。うちの兄さんやで。そんな嘘は通らん。おい、まだグズグズしてんのかいな。川本さん。なんだよ。この太夫の兄さんに化けて足抜きの相談なんて、そんな見えついたことせんときないな。バレたら知らない。あっさり引き上げてんか。変な言いがかりをつけんない。
おい、竹、そこまで送ってあげて、二度とおいでにならんように特進してもらわねえで。おい、でかい。早く来ないよ。早く来ろ。忘れない。おかえり。おかえり。何してんの。お咲さん、気ぃつけてよ。あいつこの車で一番売れてるとこを産業にあっさり東京へ連れて行けた前科があんねんで。そうだっか。ちっとも知らなんだもんだ、さかいに。おいや、もう昼間から元気さのあり。ああ、えらい目に遭わしてすまんこと。ええ、まあ、ええとこでした。早起きがついて。いや、ちょうど店にいたんで、ええとこやったな。これで助かりました。まあまあ、ほんのちょこっとですけど、どうぞ。いや、もうそんな心配せんといてくれっすよ。この車で先代の生き残った人間ちゅうたら、わし一人や。このうちのこと気にするのは、わしのギルドさん。それはいつもありがとう思ってます。せやけど、これは別や。まあ、あんたから若い人にお酒でもどうぞ。ああ、そうですか。ほな、まあ、せっかくですからね。いただいてください。電柱も喜ばしてろ。あの、体、ちょっと。さらぎはん、あんたあいつに惚れたんかいな。え？あんな奴の口車に乗せられたら丸裸にされてしまうで。二度と相手になったらあかんで。なあ、どうやろう。さあ、100万両となると何の抵当もなしではちょっと難しおっせ。はあ、そら分かってます。抵当はこの家ではどうえ。そんな無茶なことをしたらあくまへんで、一旦抵当に入ってしもたらめったに戻せるもんやおへんで、元も子もないようになるのが礼度す。何人いるのか知りまへんけど、そんな青なことをせんと、わしがいつも言うように思い切って株式会社に押し出す。このうちを会社へ売ったという形にしたら、そんな100や200の金ぐらいすぐに握れますがな。へえ。いや、わしは何時でも株主揃えてみせますぜ。わしかて半分ぐらい持ちますが。相談相手もぎょうさんできるし、井筒屋を失う心配もなし。うまいこと言うて、あんたらに入り込まれたら案上当てが掘り出されてしまうがな。すぐにあんたはそういうふうに気を回さるさかいにかなわんな。いや、それも心配なら方法がありますがな。方法がどんな。わしと一緒になってくれやったらええねん。同族会社や、堅いもんやな。アホだし、おちはそこにあったんかいな。しょうもない。そやけど、そうならんことには。ああ、もうよろしよろし、もう頼もしません。もう結構どうす。そんな水臭いこと、わしがこのうち。えらいことっせ。ひさらいさんが逃げ張りましたっせ。え、あいつら示しやしちゃったよな。まあ、どないしまよ。わしに任しな。ほな、よろしい頼みます。すぐに駅の人やりました。すまん、すまへん。おかえりやす。おかえりやす。先生、ゆっこも一緒かいな。ゆっこさんは、うすぐもくんを見舞いに病院へ来てくれたんですよ。先生はお忙しいお人やのに、引っ張りましたらあかんえ。あ、薄もだいね。あれはもうダメですよ。え、やっぱりガンでした。若い人には珍しいんですよね。当てでできることなら何でもしてあげるさかい。遠慮のいいや。大事にしてもろてる。こんなお家はめったにないちゅうて、いつも手紙で書いてきてました。ほんまにありがとうございます。千代子さん、身寄りは。これで父ちゃんと二人きりになりました。おかみさん、私でも太夫さんになれましょうか。へえ、あんたが太夫さんに。ダメよ千代子さん、そんなことを考えもしちゃいけないわ。お姉さんがこんなになったじゃないの。
このコツが見えないの？どんなに苦しくってもそんなイージーな考え方をしちゃいけないわね。他に働き口はいくらでもあるんだから。でも父ちゃんが病気で私一人が田んぼを見てたんです。姉ちゃんの助けがないようになったら。お千代さんが帰るはる。皆さんいろいろとありがとうございました。ほんまにお世話になりました。うすぐももう墓へ入らはんのやな。うすぐもあんたは恋もせんとお父ちゃんや千代ちゃんたちのことを思ってお客さんばっかりご招待に勤めてはったのにな。こんなことになってしまって。千代子さん、もう汽車の時間おるのですさかいな。ありがとうございました。勉強を続けたいんだけど、先生どう思いになって？賛成だな。いいじゃないですか。東京にはまだ嫌な感じが残ってますのよ。でもそれに負けてはいられないでしょ。その元気が出れば大丈夫ですよ。しかしお母さん今度は黙って手放すかな。母のことはいいんですの。だけど肝心な私がまだ自信が持てなくて困るんです。あなたらしくもない。そんな尻込みをしていないでさっさと行きなさいよ。場合によっては僕も東京へ出かけるつもりなんです。あら、開業のお話はどうなすったの？いざとなると難しくてね、なかなか目鼻がつかないんですよ。思い直して研究室へ戻ってもう一度論文を仕上げてみたいんです。学位も取っとかないと一人前じゃありませんからね。先生が東京へいらっしゃるならとても気強いけど、なんだか突然で本当のことのように思えないわ。お互いに金も地位も何にもないけれど、若いってことが僕らの力ですよ。二人で助け合っていけばきっと成功すると思うな。私だって今度はどんなに苦しくっても母の厄介にならないで生活しようと決心してますの。まさかの時には僕がつっかえ棒になりますよ。寄りかかってください。僕はそれが嬉しいんですよ。私、母にこのことを話すわ。いや、それは僕からの方がいい。僕が話してみましょう。あら、私で大丈夫よ。いや、僕に任せておきなさい。ね。忙しいところ、えらいすいません。おおきに。
えらいだ。やれやれ、お勤めは済んだ。お母ちゃん、もうこれ以上の辛抱はできまへんわ。あてが拷問にかけてるみたいだな。ほんまに拷問や。わしはおのおとおつやっちが苦手や。ヤボダ、祇園町をお供しまよ。いや、私はまだ拝見させてもらいますよ。いや、あの次の狂言がなかなか面白いんでございますさかい。ちょ、行こう、先行こう。いや、あの次はあの枕物狂いという狂言で。ちょ、結構です、結構です。ほなな、あてら先行ってるさかい。おかみ山田さん連れて花見工事の石行き来てや。終点は井筒屋や。そんなこと言わんともうちょっとでおしまいや。ええやろ、先行き来て。お母ちゃん頼むで。ほな、山田さん先行ってお待ちしてますってな。失礼します。この狂言が20年ぶりの大曲というわけですな。へえ、茂山さんもとこの狂言のお年に同じやったんだって。いや、拝見しましょう。受けたまわれば、おばば様には恋をなさると申すが、こなたには聞かせられてござるか。私もさやばに受けたまわってはござれども、それは真実でござるか。なかなかさればおいのお慰みになることなれば、叶えて死んでたいと存じまするが、何とでござろうぞ。これは一段とようござりましょう。
なんや、おかみさんここいやったん。拙者はなんて切符もろたかに、えらい皮肉なもん見されて汗かきましたがな。おいらくの枕物狂いやて。ズバリわしの心境や。原田。え？この間のお金のこと、至急になんとかならんやろか。いや、至急にっていつ出すの？早いほどありがたいのにけど。よろしやす、なんとかしまえ。とにかく貸してほしいのよ。まあ、あんたとわしのなけ、条件は後でやるし、金が役に立ってからのこと、今晩でも持ってきますさ。頼みます。お母さんどうしたの？はあ、なんや、頭痛がしてな。じゃあ、うちへ帰る？そういうわけにはいかんね。山田藩を祇園町送らんならんし。そう。じゃあ私、先生と一緒に映画を見てくるわ。そんなこと言わんと、しまいまつきおてえな。失礼します。ええ、じゃあ、お先へ。あ、先生、ちょっと。帰ってこられたな。すんまへん。ここへ帰らしてもらわんと、どこへも行くとこへんのどす。アホらしもない。そんなことで済むと思ってんのか。そやかてな、お母さん。あの男に騙されて、すっかり丸裸にされて、掘り出されてしまいましたんどす。そのみいな。お金しとくれやす。これもみんなお母さんに歯向こうた罰が当たったんだ。まあ話は後でするさかい、部屋へ行っといな。大きい大きい、すんまへん。なんやこの格好は、情けない子やな。あ、おはるさん、はい、記念させてやって。まあ、さらいさんこってあんたどこだったんやろ。よう帰ってきたな。なんじゃこれ。おかみさん、へえ、おかみさん、ああ、チャレンジ出してくれ、ここへ戻ってるはずだ。おい、このでしょこりものをまた来さらして、まだ痛い目見たいか、こら。はい、ちょいと待ってくれ。あの木更木生、向こうの店の借金踏み倒して、俺の身売りにかっぱらって逃げやがったんだ。こういう苦しい性の野郎だ。おい、出してくれって。ざまみされ、あんなもん来てんぜ。何、出てけ、こら。だから出すもん出るからってんだ。おう、はげ、はい、なんだ、ほら、もう別にでもだろうか。なに、キャッチ、てめえ、てめえ、キャッチ、手がうそ、ほら、ほら、あげまい。たびたびすまんこと。ねえ、しょうもないやつら。帰ってきてんのえ、キサラに。え、丸裸にされたちゅうてな。帰ってますもん。ええ。どっちが嘘かほんまか、今時のアプレの言うことさっぱり見当がつきまへんな。持ってきてくれはった。ええ、この金が何人いるのかも大方は分かってます。ただし今後的場藩とは付き合わんちゅうことはしておくない。あんた何を言うてはんの。隠さんかってやらしいやない。あんたかって生娘じゃあるまいじゃんな。あ、先代が言い張る間からわしがあんたのことどないに思っていたか、あんたかって分かってましたらなんて。汗水垂らして走り回って金をこさえたこの気持ち分かってくれましたらな。じゃあ井筒じゃ一緒にやりたいなんて。お話はよう分かりました。とにかくお借りします。デートはこの家どっせ。書類は明日へ。なんや、他人行儀やな、あんた。なんでそないに角立てにならんねやね。
ボタンできたんか。急ぐのよ。こぼしたらあかんよ。聞くの前な。気つけてやって。お嬢さんは？お部屋どうす？あ、そうか。あ、先生もご一緒どうせ。ちょっと、子供さん、来て。これ拭いてて。あんた東京へ戻るんやったら一人でお行き。何も先生誘うことあらへんやないか。一人でお行き。あんた当てに嘘言うたんやな。医院を開業したいと言うたのは嘘か。当てに援助してほしいと言うたのはその場のデタラメやったんか。そんな嘘が言えた義理やないやろ。いえ、それについてお話があるんです。あっち行ってお話しましょう。いいえ、ここで聞きます。ゆっこと一緒に聞きまよ。僕一人でお話があるんです。行きましょう。ゆっこ、あんたもおいで。あんた今のあの姿はない。あてがいるこの家でようあんなことができるな。ユキコはあての娘。まあ落ち着いた話を聞いてください。お願いがあるんです。何も聞きとうない。僕は今まであなたの愛情に甘えて随分安易な生き方をしてきました。しかしそれでは人間として。母は分かってる。さっき聞いた。あんたはユキコを誘惑して東京行くんやろ。じゃあ何も聞くことはないでしょう。僕はユキコさんと一緒に東京行きます。ようそんなことが言えるな。あてはな、あんたに開業してもらおうと思ったのは誰に聞かれても恥ずかしない仕事がしたかったんや。そうしたらユキコも喜んでくれると思ったんや。何にも知らん娘の間に親の決めた人と結婚して早う死に別れたあてにはあんたが生まれて初めてたった一人の人やったんや。笑われてもええ。あてはあんたの奥さんになりたかったんや。それにユキコにまで目をつけてあてを見返すようなことをして。誤解です。僕はユキコさんをそんな気持ちで。僕は真剣ですよ。ほなあてはどうでもええのか。ユキコさんが幸せになればあなただって嬉しいでしょ。ユキコさんがどんなに医術やお憎みここから出てきたのってか知らないんですか。そんなこと知らん。もう知らん。あ、待って、な、行かんといて。もうちゃんとこうして足らんお金もできてんのえ。な、北白川の家も帰る。Thank you.
あんた、あてから先生を取るつもりか。取るなら取っとみ。あんた、自分さえよかったらお母さんはどうでもええのか。あんたも、なんで先生が好きなら好きと言うてくれへんね。なんでお母さんに相談もせんと東京行くなんて決めたんや。私、帰ってこなければよかった。ああ、そうや。ゆき子、お母さんはな、あんたがあんなことになったさかい、今度こそええ人を見つけて幸せになってほしいと思っていたのに。私、あのまま東京で死んでしまったらよかった。何やって。先生、ここへ座って。あんた、どうしても行かはんのか。おかしかったやろな。えらい取り乱して、なんぼでも笑って。そやけど先生、あて一人だけがこんな勝手な夢を見たんやろか。あての一人勝手にやったんやろか。井筒やみんならんもんが何を浮ついてる。陰でそんなこと言うてるのも聞いてたけど、あては平気やった。浮ついた気持ちなんてまるきりなかったよ。やっぱり若いもんは若いもん同士一緒になんのがほんまや。あてが間違うてました。先生、このお金、先生の仕事に使うてもらうより他に使い道のないお金どす。どうぞ先生の気持ちのままに使うとくれやす。いただきます。ゆき子さん、出てってください。話があるんです。聞きたくありません。早く出てって。興奮しないで、とにかく聞いてください。母にあんなひどいことをしてあなたは平気でいられるの。母はもうめちゃくちゃよ。どうして生きていったらいいかわからなくなってるわ。自殺するかもしれなくてよ。私、東京であんな失敗をしたから、母の気持ちが分かりすぎてたまらないわ。あなたはあの男とそっくり同じ。卑怯ったらないわ。卑怯に見えたかもしれません。しかし、僕は全てのことがうまく運ぶようにと願って黙ってたんです。あなたと僕とが幸せに結ばれさえしたら。母はどんなになってもいいとおっしゃるのね。母の気持ちなんか、あなたのご都合のためには、ちりほどの値打ちもないのね。そんなことが許されると思ってらっしゃるの。それは問題が別ですよ。僕は自堕落な過去を捨てて、あなたを伴侶に選んだんだ。
お母さんとのことが過失だったと気づいて、それを清算するのがなぜ悪いんですか。あなたに対する愛情には何の偽りもありませんよ。じゃああなたのなすったことは正しいのね。そんなことは考えなくてもいいんじゃないですか。大体お母さんが僕と結婚しようというのが無理なんですよ。この金ですが、お母さんが今出してくださったんです。あなたはそれを受け取りになったの。お母さん自由に使ってくれとおっしゃってんです。どんなお金だかご存知？歯に返してください。じゃあ僕たち一文なしの裸のまま東京行くんですか。私が東京行けると思ってらっしゃるの？心配はありませんよ。お母さんもう分かってるんです。お腹の中では許してくださるつもりに決まってますよ。あなたはまだそんなことが言えるの？危ないじゃないか君。わかりました。よくわかりました。もう二度とお目にかかることはないでしょう。失礼します。先生、ちょっと待って。先生、なんでこんなことしてくれたんや。悔しかったのよ。お母さんがかわいそうで。心配願いましたけど、この子に言って都合でいらなくなりましたから、お返しするようにって母が申しており。いや、そうですか。しかしどう使い張っても心配のない金やさかいに、そうかと考えはなかった。いいのに。じゃあちょっとおかみさん、お前させてもらって。勝手ですけど、お医者様から面会を差し止められておりますので。へえ。あ、じゃあすると何ですか。あんたはずっとお店やっていかんですか。そんなことまだわかりませんわ。
何分母がこんな風ですからよろしくお願いします。ああ、用があったら何だけでも言うてきてくれしゃ。ほなまから確かに。ああ、おかみ。はい。おかみか。はい。お母ちゃん。はい。はよはよ。いらっしゃいませ。おかみさんは？母はちょっと具合が悪くて失礼しています。え、あんたが臨時のおかみさんか。どうぞ。技術屋もモダンになりよったぞ。洋装のお母ちゃんや。おばちゃん、お客様よ。はい。友禅の見本市でな、全国から集まったお客さんよーっけ連れてきましたんや。毎度お気にどうぞ。ありがとうございます。お先さん、サービス満点でな。どうぞ、私やってください。どうぞ、さあさあ上がっておくれ。家の中はな、失敗やってからご案内しなさい。大運送をあげて、ずらーっと並べましたからな。さあ、来てくれ。広間の方に持ってる。へえ、よろしいです。マルクさんは？ええ、まだどうぞね。あ、やはりました。お客さんに二十さんだすね。すいません、25人分急いでお願いします。よろしいです。おはるさん。へえ、さるさんの方急いでもらってちょうだい。へえ、尾上さんに草薙さんに相生さんに三車さんとこれだけお支度してもらってます。もうすぐできましたから。やれますがな、あんた。え、お母さん病気でも医術じゃびくともせんわ。その調子でお母さん息抜きに遊ばしておあげやす。すいません、放っておいて。あの、おかみさんのご飯これでよろしいですか。私が持ってくる。そうですか、すんまへん。なもし、お母さんにな、お暇の時にはわしがいつでもお相手するさかいに、そう言うといてくれしちゃ。はい、わかりました。どうお母さん。はあ、おかげさんでだいぶ。え、小林さん来たはんのやな。ええ、地方のお客さん大勢連れて。ひろまちゃんとできてんのかいな。掃除も言うのか。そんなこと私に任しときなさい。心配しないで。さあ、これを飲んで。おおきに。あんたにもえらい迷惑をかけるな。あんた、お母さん嫌いになったやろ。あんな思いをさせて。何言ってるのよ。私だってお母さんと同じ被害者じゃないの。被害者。へえ、そんなこと言うようになって。あんたももう一人前やな。そうよ、恋愛については私の方がお母さんより経験を積んでますからね。子供扱いはごめんよ。へえ、へえ、あんたもだんだん世間を見て勉強していくんやな。でもこんなことが勉強になるような世間なんて嫌だわ。そら、あんた生きていくということは、まあ言うたら苦しみよ。けど嫌ではすまへん。なんや、お母さんがこんなことになったんで、あんたの東京行きもそうなってしまって。堪にしてや。いいのよ、そんなこと。私今日お帳場に座ってみたら、なんか変な気持ちがするのよ。ゾッとしたの。あの場所は私がずっと前から座り続けてきた場所で、これからもあそこに座るのが一番私に似合ってるんじゃないかしらって。やっぱりお母さんの子なのね。そうや、あんたはお母さんのお腹の中にいた時からあそこに座ってたんや。あのお嬢さん、小林さんが若いおかみさん呼んでくれ言うて帰るのですけど。そう、おかみさんってなかなか忙しいのね。おかみさん、頑張ってよ。へえ、よろしゅう。千代子さん、よく来たわね。ずっと元気？お嬢さん、やっぱりここへ置いてもらいに参りました。そんなことダメよ。こないだあれほど話したいじゃないの。お嬢さん、断らんと。どうぞ太夫さんにしてください。そうしてもらうと、もう父ちゃんの病気も治すことができないんです。お願いです。どうぞどうぞ置いてください。お願いします。お嬢さん、早く食べておくれやす。はい。ちょっと待っててちょうだい。お話は後で聞きますからね。こったいさん、お支度よろしよっか。はい、もうできます。上がります。はい、どうぞどうぞ。まあ、おちおちやないか。よう出てきはったな。京都見物か。
父ちゃんの病気どうえ？おおきに。ここへ置いてもらうよ。お願いに来たんです。姉さんたちからも、よう頼んでください。お願いします。そんなことやめておけ。あ、おのえさん、ちょっと待ってるでしょ。お直しますわ。はい、よろしいです。お寺みたいなもん、いつになったらないようになんねやろ。後から後からなんぼでもできてくんねんな。Thank you.